ここが森山研究所。旧科研と共に魔物への対策を行っていたところ、科研よりも非人道的な研究を行っていたというのは本当ですか？人を物のように扱っていたと。そうですね。到底許せることではありませんが、断罪するにもすでに廃墟なのでは仕方がありませんね。しかし、なぜこんなところに魔物が出たというわけでもないのでしょう。出るとはどういうことでしょうか。まさか魔物が出る前にその出現を予期したのですか。誰が。そうですか。執行部からあなたに依頼があった時、通達があったと。また政府と執行部は私たちに何かを隠しているということなんですね。ならばこちらにも考えはあります。ええ、このクエストが終わったらのことですけど、とりあえず受けたクエストはこなしましょう。もしこれから魔物が出るなら。お、ここは、この部屋はやけに壊れていますね。他の場所に比べて何かあるのでしょうか。魔物。転校生さん、下がってください。邪魔です。勢い余って魔力を使いすぎました。少し分けてください。ありがとうございます。この魔物が部屋を壊したのでしょうか。小さい弱い魔物じゃないですか。本来なら形を維持することもできないのに。扉が開いているのに、なぜこの部屋を執拗に破壊しているのかしら。特にそのファイル入れの被害が大きいですね。機密であろうと構いません。こちらにも考えがあると言ったはずです。これは何かの管理表ですね。人物名のようです。ナンバー20、エリコ・アラーイク。21、テレサ・ボーマン。22、千里東条。23、ホムラ・クルス。なぜ彼女の名前がここに。転校生さん、まさか知ってたんですか。この施設とクルスさんに何らかの関係があること。あなたが黙っているのはクルスさんのためですね。その他に後ろ暗いことなどありませんね。そう願います。心から。あなたを軽蔑したくはないですから、合流しましょう。もちろん報告します。ええ、もちろん。